人気競技の駅伝。実業団、大学など様々な大会がありますが、今ルール改正で議論となっているのが全国高校駅伝。改正の対象となったのは外国人留学生です。今や見慣れた光景となっている留学生ランナーの活躍。しかし出場には制限があり、出場できるのは括弧1人。2008年には最長区間での起用を禁じるなど、徐々に制限が設けられてきました。それでも長い区間で大逆転を演じるなど、時に日本の高校生たちとの力の差を見せつけることも。そんな中で改正されたルールが、男女とも留学生の起用は最短区間に限るというもの。全国高校駅伝の最短区間は男女とも3キロ。この変更に SNS では、こんなに制限されたら日本に来る意味がなくなる、公平を期すならいっそ留学生禁止にすれば、ハイレベルな留学生に挑むことに意味があると思うが。駅伝だけではなく、近年サッカーやバスケットボールなどでも外国人留学生の出場が当たり前になり、また国内ではありますが、野球でも強豪校に県外出身の選手が集中することについて議論になることも。ここからはスポーツにおける留学生について考えます。ではゲストをご紹介いたします。かつて山梨学院大学でケニアからの留学生ランナーとして活躍され、現在は桜美林大学駅伝部で総監督を務めていらっしゃいます、真矢ステファンさんです。真矢さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、ご自身も大学時代箱根駅伝に出場した経験をお持ちで、スポーツライターでいらっしゃいます酒井正人さんです。酒井さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。まず真矢さん、このルール変更どう受け止めていらっしゃいますか。リギレン高校の連盟がそれを考えたやったと思いますけど、僕だったらやっぱり同じ、高校生同じクラスメートとか一緒にやってるなんて、そうですね、分けるのはあまり良くないやと思いますけどね。高校に考えるだったら、同じ授業でって、でも大会になった時に別々になるとか、そこでは僕はちょっとどうかなと思いますけど、とにかく連盟が決めたかどうか決めたらと思いますので、やっぱりみんな頑張ろうって、ありがとうございます。そういう気持ちがあれば一番やかなと思いますが、これは高校駅伝だということで考えたら、その教育的意味においてですね、その日本人選手って言い方はあれですけども、地元の人たちが活躍する機会を増やすみたいな、そのバランスの取り方の部分もあるのかなと思ったりしたんですけど、宇坂さん、そこはどういうふうに考えますか。ただ駅伝は7人男子7人ですけど、バランスという意味では7人出られるので、そのうち1人留学生ということはいいことだと思うんですけど、区間をじゃあどこまで制限するのかというところが、ちょっと今この議論になってますけども、ちょっと3キロは僕はやりすぎなのかなという気はしないでもないです、押し込みすぎな感じ、という、言ってみればですよね。そうですね。じゃあ純粋な運動会だったものが今 CM 化してるってことですか。もともとは純粋な運動会で、みんなが頑張ってきた教育の中で培ってきたものをみんなで出そうよって言って、それをみんなが頑張ってるねっていう若い子たちを応援する場だったのが、今は CM、 その学校の CM として、こういう人こんだけ早いですよっていう、あの目立つことによって学校的にその収益が上がる、実績というね、勝利した時のっていうこともありますし、あと一方でこれこそ真矢さんに伺うことですけども、やっぱりその留学生たちが入ってきてですね、むちゃくちゃ早いと。そして、その地元にいる選手たちが、成績も伸びていくと、一緒に練習していく中で切磋琢磨していくという、その貢献度もすごく大きいんだろうと思うんですけど、真矢さん、どういうふうにお感じになりますか。留学生取るだったら、やっぱり日本のレベルの上げるためには、いろんな高校は取ってると思います。ただケニア人か留学生と一緒に練習して強くなったよっていうのを気持ちで取ってる、と PR もある、あとは日本人やっぱり
ケニア人早いよって、うん、じゃなくてじゃあケニア人に勝ったよってプラスがモチベーションが上がってくる、うん、そういうもんあるので、うん、まあやっぱりいろいろみんなの交流のそういうことがやらないと、うん、レベルアップがならない、うん、で今まで見てても 5000m でも高校生13分30秒に、なってきてますので、留学生の陰で勝ちたいって気持ちがモチベーションが上がってきてレベルアップになってきてます、はい、うん、例えばなんですがインターハイの男子 5000m を見るとですね、30大会連続でケニア人の留学生が優勝していますというところです。で去年で見てもですね、この 5000m は1位から4位までケニア人と、ケニアからの留学生が、まあ、上位を占めるという状況になってきたときに、どういうルールであれば、まあ、今回で言えば駅伝なんですけども、こうお互いに切磋琢磨した形でバランスを取れるかということを、まあ、団体としてはですね、まあ、調整を重ねて重ねて今の位置にあるということをどう考えるかということなんです。これなんかこういう規制をやったときに、まあ、もしかしたらケニアの皆さんとか外国の人も、まあ、浜崎さんと同じような意見を持つ人もいるかもしれない。でこういう規制をやった中でもそれでもなおケニアを含めて海外から学生が若い人15歳16歳の子たちが日本に来る理由っていうのは何があるんですか、うん、それ気になりますね。いや、まあ、それぞれの来る理由は学校が留学生を入れたい、自分の駅伝出たいってそういう意味で取っているところあるし、ただ例えば、今結構いっぱいいるんですけどケニア人だけじゃない、エリトリアとか来てるし、エチオピアも来たりいるんで、その高校が駅伝出るために取ってるの、でもケニアの子がこの高校行きたいって希望がないです。あ、なるほど。あ、選べない。選べない。だって分からないんだもん。日本一学行って介入して連れてきてるんです。そしてね、まやかさんのように活躍してその後ね、社会に出てということなんですね。はい、その意味で言うと、大学に入ったりとか、その高校駅伝で、まあ、活躍をアピールするっていうのはすごく大事で、それが大学につながり、まあ、実業団社会人になっていくということなんで、その活躍の場が狭められるっていうのはそのケニアの皆さんにとってみてもね、この留学生今後どうなっていくのかっていう心配なのかなと思ったりもするんですけど、このあたりいかがですか。まあやっぱり、まあ心配があるところはあると思いますけど、結構今どんな高校でも留学生入れたい、でもいろいろこういう問題がなってくるとやっぱりみんないらないってなってくると思うんだけど、そういう部員とか、はい、駅伝だったら日本の文化なので、世界中のリレーじゃないから、はい、そうですね、日本だけのやってる、例えば相撲だったら日本だけ相撲やってる、だからケニアとかでもない駅伝ないし、だから何のために入れてると自分の学校のアピールをする、まあ宣伝したいとか、あ、うちも駅伝出たよってそういうのために力入れつけるためにそれ入れてるんですよ。これなんかあえて強い言葉を使って申し訳ないですけど、それはもうある種のこう人身売買に近いようなやり取りがなされてないですか。結局じゃあ留学生の方、例えば特待生とかで学費を無料にしますとか、何らかのインセンティブをおそらく学校が用意するわけですよね。そしてケニアの子たちは日本の学校の状況なんかもわからないから、わからないままそして日本に来て、そして高校に入ると、結果的に大学に行けるかもしれない、実業団に入れるかもしれない、活躍したかもしれないけれども、そもそもの根底にまさにその個人の人権とか、まあ、もしくはその人種売近いような状況があるなとすれば、今回の規制っていうのはある種それを適正化していく正しい方向に持っていくっていう考え方も成り立つような気がするんですけど、ちょっと強い表現だと思うんで、その嫌な人まで来てるのかっていうところだけをお答えいただきたいですね。そんなことは私はないと思ってるんですけども、そういう本来来たくもない人までこう連れてこられてるみたいなニュアンスになってしまうと思うんですよ、人身売買というワードを使うなら。そんなことは私はないと思ってるんですけど、いや、そう、僕はそう思ってますので、やっぱりスポーツ好きでやってるので、将来お金持ちになりたいとか、例えばケニアの子とかエチオピアの子だったら、日本に来て頑張って、説明連れてくる時に説明しないと、なんで駅伝走らないといけないかって、自分の将来のために強くなったら金になるよとか、勉強なんて
で日本の企業も働けるよとか、はい、そういう説明すればいいんだけど、もし説明せなかったらそれがそもそも多くの人にとって ある程度教育ってそういう要素があるというか、なんかかなり平たくなっちゃいますけど、学校に行きたくて行く子どもっていないと思うんですよ。ただ将来の不可測性というか、当然大人としてはなんか教育を受けたらいいことがあるよっていうわけですよね。そういう意味でなんか無理やり連れてきたみたいなニュアンスにはおそらくならないのかもしれないですけど、ただキャリアが不条理にも閉ざされるっていうのは嫌ですよね。一般論としてですけども、ケニアから日本にやってくるっていうのはポジティブなものとして捉えていいんですかねっていう気もするんですよ。つまりそもそも行きたくない国というよりは、まあ、行きたい国と思われてるのかどうかみたいなことってどうか、まあ、日本はどう見えてるのか、いろいろ考え方があるんですよね、はい、例えば日本に行って頑張るか、日本に行ったら強くならないとか、そういうイメージがあるんですよ、はい、ケニアでも、日本に行ったらイメージが、まあ、ケニア、日本に勉強に来てて、卒業して、入れなかった企業か、自分で行きたかったところはできなかった、返されてる子がいる。でその子たちが、マイナーズが日本行ったらもう返されるよとか、あ、そういうケースもある、そういうケースがあるの、ね、でもマイカさんはマイナーズのケースもあるんで、マイカさんは成功したね、もうケニアからの出身のっていうことで見られてるんだろうなと思って、ね、ちょっとね、その先ほど、まあ、人身売買というワードはちょっと強かったかもしれませんが、現実としてはですね、例えば黒船留学生みたいな表現があったりして、はい、300万円で一人こう招いてくるみたいなこともあったりするっていう、酒井さんがお詳しいんでこの辺お聞かせいただけますか、どういうふうに考えたらいいですか。今マイカさんもお話されてましたけど、今実はケニアの中でも日本に来たいという選手結構たくさんいるんですよ、実際キャンプっていうところで練習してて、その中でも優秀な選手しか日本に来られないので、しかも今ケニアのその一部のところでは駅伝っていうのもですね浸透してますんで、日本で大学行きたいとかですね、日本実業団に行きたいっていう選手って結構いるんですよ、なんでケニア人取るって、企業でも、はい駅伝のために取ってるんですよね、個人の試合じゃない、はい、あ、そうですね、そうかそうか、チームのね、チームのサポートをするために連れてきてる、ただ5000メートル走ってもらえてた、そういう意味でも、そういう意味じゃないのか、なるほど、やっぱ個人競技なんだ、駅伝のために連れてきてる、山梨学院大学だもんな。規制部は僕人身売買って言葉を使いましたけど、人身取引とか現代奴隷制と言われるようなものって、本人がそれに気づいてないということも指摘されているところなので、まあこの今回の規制が本当に日本に来るケニアの皆さんを含めて外国留学生の皆さんにとってこうハッピーなものになる、要はその今仮にね 100% ポジティブじゃないはずなんですね、そこは。でもそれが少しでも是正されるのであればいいし、いや逆にそれによって門戸が狭まって、いや未来が奪われると、やっぱり日本に行きたいという人がまだいてくださるっていうのであれば、やっぱりそこに対しての規制をかけるっていうのはこれ合理的でも全くないので、やっぱり今の人権の状況とか、そのスポーツのためとか将来のためとかというより、やっぱりその人権と文化、やっぱこのコミュニティのためにどうあるべきかっていう考え方の方がいいのかな、だからハーフの子が増えてくるね、増えてきて、僕の子供もハーフなんで、今大塚製薬は捨てるんだけど、いろいろ増えてくるから、あれ留学生じゃないかってなってくる時あるからね、だからそういういろんなことが出てくるので、例えばアメリカみたいだったら、NPA だったらいるんだけど、アメリカ人とか、いる違いとか、そういう、まあそういう問題ないんだけど、これから日本の高校大学とかみんな慣れてほしいかなと思います。ハーフの子でも日本人になってますよって結構いるんで、もうこう増えてきてるね、あちこちでも。でもそれやっぱりケニア人だけ早いじゃなくて、ハーフの子も早い子はいるんです。そうですね、はい、だからそういうのをサポートしてもらいたいってことを、おっしゃる通り、分けるわじゃなくて、一緒に交流じゃ一緒にやりましょうって、そういうコーポレーションをやってほしいかなと思います。まあ、浜下さんの言う国際交流、その通りですよね。そうやって切磋琢磨する中で世界に通用する選手が日本から育っていくという面もあるということだと思いますね。やっぱり外国人選手が来てくれると身体能力も高いし、すごく盛り上がるんですよ。だけどやっぱりそれだけになってしまうと、なんかこれ自分ごとと思えないのか、多分工業として成り立たないというか、あくまで工業であって、その、
日本のそういうものにとって都合いいものになってしまうんじゃないかって、俺都合いいものでないと良くないと思ってるんです、うん、だけど、まあ、教育の場でもあるし駅伝は、うん、だからその呼んできた以上はウィンウィンである必要があると思うんです、はい、でこれがもしね、その留学生にとってそんなに美味しくないとか可能性があまりにも少なすぎるとか、うん、その人道的に反してるってなったらやっぱり取るべきじゃないと思うんですよね、うん、その日本人の日本のルール大会で都合いいようにしていいけど、そのみんながウィンウィンであることが前提だと思うっていうのが僕の意見です、うん、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。